じゃあこんにちは、じゃあ豊さん、はい、豊さん、まあ、DNA OB ということで、はい、まあ、なかなかな、喋、うん、ってくれないみたいな、ちょっとコメントが来てましたね。いや、コメントって他の YouTuber のコメントのところに来てたみたいなここお前で俺に言うて飛び火してますよね。お前やもう、まあ、DNA は本当にここね、9月、8月終わりからこう練習を続けていて、うん、いい流れで、この阪神戦を迎える、そして東投手でおそらく勝っていこうという計算だったと思うんですけれども、まあ、初戦はああいう形で落としてしまい、阪神とのゲーム差が逆に縮まるどころか、ちょっと今現在3ゲーム差、そうやな、はい、になってしまいました。やっぱりね、こっから勢いだけではいけないんだよ、まあ、例えばその8月はバカ打ちしたとか、はい、もうとにかくねじ伏せていったっていうような、まあ、そういう戦いだったと思うんだけども、梶原がね、はい、ふくらはぎ、そうですね、左ふくらはぎなんかの、まあ、張りとか、はい、とかって言ってるけども、はい、もうね、天下分け目だからそうですよね、うん、だから俺はスタートしてほしかったなっていうのがね、うん、まあ、まあ長期離脱になるような、うん、まあ、そういうことは避けなきゃいけないけども、まあ多少できるんだったら梶原の方が嫌だったんじゃないかなって思うよ ね、 そうですね。あとそれによって打順も海老名選手2番だったところが8番にとか、で1番京田、2番上里選手っていう打順、ちょっとそこら辺が狂ってきてしまいましたね。まあまあそうだな、うん、だからまあそこら辺をこの大事な試合でやらざるを得ないっていうか、なんでやってしまうんだろうっていうのがちょっと消せなかったというか、ちょっと DNA の話になるとやっぱ思い入れもあるから愚痴になるよ、うん、あの厳しくなりますよね。愚痴になるのはもう先に言ってるけど、言っとくけどね、5回同点の場面で7番が山本雄大かな、そうです、ね、うん、あのヒットで出たんだよね、はい、で海老名にどうするか、で上里やっぱ相性的にも使ってるから、うん、俺は東でバントやって失敗するんだったら、うん、海老名にやらしとけと、はい、で先に送って、うん、まあ東打てなくても相性のいい上里っていう風に回ってくるから、あ、やっぱ先行したい東だし、うん、1点ずつでいい、そこで海老名に打たしてゲッツーでしょ、はい、ほんでその裏森下にホームランという、ああそうでしたね、もう完全にやっぱり流れ持っていかれてんだよね。で東がクオリティスタート、32試合クオリティスタートやっていて、で近本にライト前打たれてその記録が途切れたんだよ、はい、そしたらもういきなり飛び出してきて中野のところに中川持ってくるんだよ、みたいな、そうでしたね、いやちょっと待てよと、もう一人中野に行かせろと、うん、あれは知らないよ。いやだって個人の記録でやっぱり野球やってるわけじゃないから、いや中野にね、もう一人頑張れって言いに行くんだったら分かるけど、変えちゃったからさ、で中川が結局中野に悩んで打たれるわけでしょ、で森下をまあゲッツ取るという、だから森下のところでいいのになとか思ってて、森下大山って続くところで中川はなんで変えちゃったのかなとかさ、はい、もういろいろ不思議くんなんだよ。不思議くんでしたね。いやいや、でいやだからで、これはなんかちょっと違うなっていうのが、うん、見て取れた、ね、いやそれとやっぱりバカ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 打てないよこれからは、 なかなかね、打てばいいけども、うん、でオースティンが 3-3 で当たってた、はい、でランナー1塁、うん、バッターさんの、はい、ワンアウト、うん、ファーストゴロゲッツーなんで、はい、いやここでもエンドランドとか出して、うん、オースティンを得点圏で迎え、うん、でオースティン避けるんだったら牧が長打だったら大量得点になるところだったんだよ、はい、まあああいうところも自由だからな、いわゆるフリーっていうことなんですかね。そうそうそう、いや、うん、それはね、あれだけ打てるチームが細かいことをやってきて、うん、ってなってくると、はい、相手は相当嫌だけどね。そうですよね、本来。それと当てるのも抜群に上手い選手が揃ってんだよ、はい、まあ秋にしろ宮崎にしろ、うん、まあ、佐野だってそうだよ、うん、そしたらエンドランっていう作戦っていうのは、うん、まあ、そこら辺に使っても面白いと思うんだよ、はい、ないんだよね、それ使わないっていうのはどうしたの。まあまあそれは信頼だと思うんだよ、バッティングの質の高さのね、はい、いやだけどね、これからなかなかね、難しいと思うよ、うん、点を取っていくの、うん、その前のところ、例えば巨人戦だったりとか、ああいうところで結構打ってたじゃないですか、そこまでは、うん、そこまでは打てたっていうのは
それはまあ打線ピッチャーの質だよね相手の、うん、で甲子園っていうのはあんまり打撃戦にならないからね。だから東なんかがまあ5失点したけども、うん、5失点するっていうのは甲子園では珍しいことだから。だから流れがちょっと悪いよな。まあエラーで当たって投げとけば終わってんのに、はい、そこから同点劇でサヨナラホームラン食らったとかさ、はい、だ守備固めをしといてそれでしょ。そうなんですよ、ね、それだとやっぱ厳しくなるよな。あとやっぱり火曜日ちょっと不運だったのは、まあ、オースティン選手があのタッチアップでアウトになって交代になった後にあのファーストに京田選手がついて、そうなんです、ショートにあの森圭斗選手出てきたので、なんでだよもう諦めたのかなと一生思ったんですけど、どうやらやっぱあの後ろで着替えてる時にあの泥だらけになったんで頭を天井にぶつけてしまって大事を取ってちょっと怪我をしたのかで交代っていうところお前異能じゃないんだよ。いや思いました、ベースカーズはそう、どれだけ異能育ててんねんお前そうなんですよ、そういやだから最初えもう守備固めだってビハインドだよな。いや俺何かあったんだろうなと思った、まあ、どうしに変える必要ないのになと思ってて、ね、えこれもう諦めちゃったかって、うん、それともあの泥だらけで嫌になったかって思ったんで頭ぶつけた。そうなんです、着替えてあの着替えててあの頭ぶつけ、どうやらどこまでお前3メートルぐらいないだろ頭そうですよね、どうやらあの阪神のベンチ裏ってちょっとなんか天井が低くなってるんですかね。いやちょっと低いところあるよ、あるけどさ、うん、そんな甘い野球選手はお前これ着替えるのに頭ぶつけて出れなくなるほどぶつけるかお前そうなんです、血吹いたんかで、どうなんだろうなって思ったんですけど、それもなんか、だからまだ今日の時点では今日のスタメンでオースティン選手出るかどうかまだ分からないんですけれども、ね、その具合によっては休みなのかどうなるのかっていうのももちろんこの大事な時期に非常に関わってくるのかなとか。まあそうだな、今日も頭痛いって出ないんじゃないっていう可能性もゼロではないですもんね。いやだからね、なんて言うんだろう、まあ愚痴が多くなるけども、やっぱあれだけの選手がいて、うん、勝てんかって思っちゃうんだよ。なんでですかね。まあいろいろあるけどもね、例えば逆に昨日その火曜日に阪神がやったような試合バスターであったりとかスクイズあったりとかそういうものをあの浜打線に入れたら すごいいいと思うんですけど、それ入れないんですかね。あのね、そういうタイプがいないんだよね。まあタイプが育ってないっていうこともあるけども、はい、まあ自由に打たしたりだとか、でもエンドランは使ったりだとか、うん、俺はできると思うんだよね、うん、だからそういうものをもう遠慮してる時期じゃないんだよ、うん、もう選手のプライドっていうよりもチームが負けるプライドをやっぱ重んじて、はい、チームのために何でもするっていうような、うんうん、もうやっぱり意識で戦わないと追いついていかないよ。ちょっと厳しい。これは選手はもうここはバントさせないとかさ、はい、いやこの国はバントなんかさせないみたいなプライドがどうのこうの言ってる場合じゃないんだよ。もう補佐チームですよね。いやいやもうね、あの本当にチームがこう負けるとかやっぱ勝たないとみんなが幸せにならないとか、はい、もうそういう時期なんだよ、うん、だからやっぱ必死こいて、うん、やっぱみんなが何でもするっていうさ、はい、いやそういうポジションにみんな立ってると思うんだよ、はい、うんうん、だけどそれをやらせるかやらせないかなんだよ問題はね。ベンチがですよね、うん、選手たちもここで何かサイン来ないのかなとか自分に何か役割を持たせてくれないのかとかそのバッターボックスで感じないんですか。いや自由に打っていいここでみたいな、うん、感じ取れよって、うん、なんでそしたらセーフティーバントでもいいから、うん、かましとけよってそうですよね、なんかと思うんだけどね、うん、どうしてもやっぱり打つっていうそのいわゆるね、そっちに行っちゃうマシンガン打線に、まあそうだな、まあ、たださ、まあ、1年間ねこう見てきてね何ができる何ができない、うん、それはやらせたかやらせないかっていうこともあるけども、はい、やっぱまあ監督が一番見てるとは思うからね、うん、まあ、それはなかなかこう外野が、はい、こういうふうに言うっていうのは簡単かもわからないけども、うん、まあ、だけどやっぱ野球の進め方ってやっぱ一つの基本もあるし、はい、それとやっぱこう見ていていやここはこうした方がいいっていうね、うん、やっぱ長年の俺だって勘も持ってるし、はい、その見方も持ってるしね、うんうん、だからそれは感性として合わないのかもわからないけども、うん、やっぱこうやって大事な試合を落とすとさ、はい、余計になんかもったいない感じがするよね。そうですよね、やることやって負けるんだったらいいけど、うん、本当にこれやりたかったのかなっていうようなことでなんかこう負けてるとさ、はい、なんかすごく、まあ、ストレスがたまるというかさ、うん、だから動画になかなかできないという
いや、愚痴が多くなるんだ。それはそうですね。いや、そうだね、素晴らしい選手いるよ。まあ、すごいですよ。いや、すごいと思うよ、うん、他のチームからしたらね、羨ましいと思う。それは中日にあの打線つけてみ、絶対優勝するから。多分ずっと優勝でしょうね。ああ、優勝するよ、うん、だからなんでかなと思うよね。それは多分ね、ファンも同じように思ってると思います。なんで優勝できないんだろうっていう。いや、だからね、本当になんか悔しくてしょうがないですよね、うん、ただここからまだ可能性がゼロではないので。いや、そうなんですよ。じゃあどういう風にして勝ち上がっていくのか、残り試合が21試合で、やっぱり過密スケジュールなので、まあ、前半もそうですし、ここから9月の29日の日曜日からもちょっと連戦が続いていったりと、選手たちにとってはよりタフになってくると思うんですけれども、まあ、阪神は、今9月11日午前中現在なんですけれども、残り阪神とは 1,2,3,4,5,6 試合残しています、はい、でカープとは残り3試合、はい、ジャイアンツとは4試合で、はい、中日と5試合、まあ、ヤクルトは2試合だけなんですけど、うん、中日と5試合残しているというところで、中日やだぞ、多分高橋宏斗投手だったりとかを、ね、個人の成績もありますし、出てくるのかなっていうのもあります。ここから DeNA はどういうふうに勝ち切っていくのか、まあ、浮上していくのは、だからもうな、規制を取っ払うということだよね、うん、まあ、例えば、まあ、どこでも言ってる中4日とか、はい、もそうだし、やっぱウィックと、うん、ウェーネゼルケン、まあ、これをやっぱ中継ぎの軸としてフル回転だよね、うん、あとはあんまり使えない、まあ、昨日坂本投手とか打たれてしまった、まあ、坂本はね、左の時にワンチャン使ってもいいと思うけども、うん、まあ、他は伊勢とかはやっぱね、今年は調子悪いわ、うん、いや、だからウェーネゼルケンと、はい、あのウィック、この2人で2枚看板でいく、うん、あと山フル回転だよ。山崎康晃投手はやっぱり状態悪い、あんま良くない、うん、それはね、出して0点に抑えたけども、3つのフォアボールってこれはね、もう危険すぎるわ。そうですよね、だから森原にどうやってつないでいくか、うん、やっぱ完全に勢いを止めてつないでいくっていうのは、うん、まあ、ウェンデルケンとウィック、この2枚だな。例えば3連投でもっていう、3連投なんか関係ないよお前こうなったらお前どんだけ筋肉あんねんだ確かにね、まあ、外国じゃない、あんま関係ないから、やっぱタフなんですね。ただシステム的にそういうことを言ってるだけで、うん、ね、それデータ的にもそういうのが出てるかもわからないよ、うん、まあ、だけどもうここはね、行くしかないから。そうですね、勝つのは1年間無駄にするのか、うん、ね、勝ちに行くのか、じゃあそれはもう大きな違いだから、みんなが勝ちたいと思って、その中で投げないっていうピッチャーいないよ、うん、だって変わりたくないって言うんだから、マウンドで。そうだ、そうですよね、じゃあ投げてくれと。確かにいうことなんだ。イニングまたいだとしても行ってほしい、もう行け行けみたいな感じだ、もう行ってみれお前らが頼りだから。そうですよね、うん、そのためにこの前楽させたろって変えてみたいな、うん、言っときゃいいんだよそうですよね。そうあとはあの、ね、三浦監督も継投も、例えばある試合ジャイアンツ戦ではもうワンポイントで行き過ぎて延長戦に入るんじゃないかってなって、例えばピッチャーがいなくなってしまってイニングまたぎ行くこともあれば、なかなか変えずに点取られてもっていうこともあったりとか、そういった、まあ、でもね、試合の中でポイントなところは、うん、やっぱね、一人一冊行かなきゃいけない、うん、これは勢いが止まらないっていうところもあるんだよ。だから後で幸せを来るのは分かってるよ、うん、分かってても、ここ止めなきゃ勝てないって言ったところはつぎ込んでいいと思う、うん、それはもうつぎ込めばいいよ、うん、あとは頑張りだから、あの後ろのピッチャーたちも。そうですよね、うん、じゃあもうそれはしょうがない、まあ、そうか、その時もある。じゃあ中継ぎはやっぱりウィックとウェンデルケン中心に回していく、うん、ちょっと多少無理をもちろんしてでも、うん、打線に関してはどうですか。でも打線はもう梶原がポイ、うん、あの握ってる、お前痛いやかゆいや言ってる場合じゃないんで。いや本当によ、うんうんうん、で、まあ、2番は、まあ、海老名でもいいし、うん、桑原でもいいし、ね、例えば代打で、まあ、筒香選手も、まあ、いるよね、はい、っていうところも、まあまあいいよ、筒香も、うん、あの働きが効くしね、うんうんうん、あの怖いですよね、筒香がいるっていうだけで、うん、まあ、相手は考えるだろうし、はい、まあ、そういうところからすると役者はいるんだよ。林選手がまあ離脱というところで、まあいいよ、ショートは。そこはいい、もうほとんど決まってないんだから。うん、まあそうか、そうか、まあ、誰がやっても50歩100歩だ、まだね、うんうん、ここから成長度で全然ね、林は変わってきたかもわからないけども、はい、あとはやっぱり大和が状態悪い、うん、で勝負強いどうのこうのって、まあ、周りの中では言われてるかもわからないけど、はい、今年の場合はね、うん、別に勝負強くはない。あ、そ
そうなんですね。だからその先入観だとか、うん、気を使って使うのはやめた方がいい、うん、もうこっからは、うんうんうん、だから大和なんかは守備やらしたら抜群にうまいしね、はい、だからそういうところでやっぱ活路っていうか大和の良さを引き出してやらないと、はい、やっぱねプレッシャーがかかってるよ本人に。いいところで代打行くと、うん、いやみんなに確かに勝負強い男ではあるけども、うん、今年の場合はあんまり良くないもんね。そうですね、と思うんだよ俺は。だそれをこの前でも満塁で使ったりだとかしてるけども、はい、やっぱそれはねやっぱ大和に気使ってんのかどうなのかわからないけども、うん、そういう気の使い方はやめた方がいいよ。今年のデータで行った方がいいと。もうそうですね、データで行くとしたらね、うん、本当に。あとは試合展開の中でももうこっから例えばやっぱり足を使ってくるとか、そのチーム盗塁数が現在2位で55個、まあ、1位がヤクルトなんですけれども、盗塁数多いんですけれども、なかなかそれがちょっと得点にっていうふうには、なかなかフォーム戻ってこれないのかな、得点圏の選手が。まあ、戻ってきてるケースもあるけどもね、まあ、その長打が目立つから、だからその盗塁っていうのが、記憶から消されてる部分があるんだよね。でもね、有効なことではあるよ、うん、ただ三盗ができるともっといいよね。なるほどね、二盗は行ってもっていうところです、ね、二盗はどこでもやるんだよ、うん、でも、初期でも、はいね、矢野でも評価されてるのは三盗なんだよね、はい、あそこで走ってくるかみたいな、うん、いやだからそういうインパクトを与えるとやっぱ盗塁という意味でもその DNA は、はい、あバシ使ってくれ、いやらしいチームになったなっていうふうに思うよね、うん、まあ、二盗するのは誰だとするからさ、どこの球団だって、まあ、確かにそうですね、うん、いやだから、まあ、そういうインパクトをね、うん、与えて本当にマークされたいんだったら、うん、もう一つ上の三盗を生かすとか、ね、はい、うん、まあ隙はあるよ、いっぱい、うん、見てるとまだまだ、まあ、そういうピッチャーもたくさんいるから、うん、だからまあそういうところにこう目をつけるというはい、あとホームスチール楽勝にできるピッチャーがたくさんいる左ピッチャーで、うん、もう本当楽勝。そうなんですね、楽勝だよそうなんだ、うん、この前でも磯畑もうサヨナラになった時あったけど、はい、ホームスチールせんかなと思うぐらい楽勝なピッチャーがいる、うん、だそういう投手のもう癖というか見抜いてもう隙あらばすぐ行くってことですかね。行くっていう、うん、だからもう梶原なんかね、はい、教えたら本当なんてすぐできる。足早いですしね、めちゃくちゃ早いです。そうですよね、だからまあそういう隙をつく走塁とかね、うん、まあ、そういうのはすごく、まあ、これから必要かなって思うんですね。そうですね、まあ、DeNA がまずね、あのクライマックスに行くには3位以内に入らなければいけないと。そういう意味でもちょっと、ね、ゲーム差はまた開いてしまいましたけれども、うん、まだまだいけるチャンスっていうのはあると思うので、ここはもう勝負の時と見て。いやもうだから勝負なんだよ、もう考えてる暇ないんだよ、もう。そうです、まあ、考えなきゃいけないけど血管切れるぐらい、うん、いやだからもう本当にいい戦いをしてほしいなと思うけどな。そうです、能力は高い選手がいるし力はあるチームに。あとはもう周りの解説者もみんな言ってるよ。そう、みんなそうですよね、うん、あとはベンチとかコーチとかどういうサインを出したりとか、どういう采配とか、まあ、組み立てだな、うん、ゲームをどう持っていくかっていうね、まあ、そういうこともあるし、うん、そうです、まあ、その中で選手がどう動いてくれるかっていうこともあるし。そうですよね、うん、まあ、それはうまくいかないとな、うん、なかなかいい作戦を立てても選手が響かないと、うん、選手は待ってるのに何もしないと、はい、まあ、そういうこともあるだろうし、うん、やっぱストレスを残すって、これができなかったらもう今日もしょうがないみたいな、うん、すいませんって練習しておきますみたいな、うん、そのぐらいになっていかないとチームがね。そうですね、まあ、この4チーム上位4チームの中では今一番厳しい状況にいるので、打っても3割だからな。そう、結局4割には結局3割なんだよ。そうですよね、うん、だからその高めていかないと、点を取るためにどうすればいいかっていうことをね、うんうん、今一度もう一度なんかねこう考えて、はい、なんか上位に行ってほしいですね。そうだな、はい。